サッカーワールドカップの俊足選手に注目してみよう。どうもこんにちは、川瀬です。今回はね、サッカーカタールワールドカップのですね、特別企画としましてですね、世界のねトップレベルのサッカー選手の中で足の速い選手ですね、こちらに注目をしてですね、動画を撮影していきたいと思います。普段ね、僕のチャンネルを見ていただいている皆さんであればですね、まあ陸上選手以外にもですね、他のスポーツでも足の速いアスリートですね、そういったスポーツ選手の動きを見るってとっても参考になりますよね。今回はですね、ワールドカップに出場する選手の中でですね、特筆して足の速い選手っていうのを5人チョイスしてみました。で、彼らのですね、スピードを実現している走りのポイント、そして参考にしていきたい、真似していきたい動きなどをですね、たっぷりと解説をしていきたいと思います。で、これね、もし見てくださっているサッカー選手の方、サッカー関係者の方もですね、もっとねスプリント力高めてですね、サッカーのプレーに生かしていきたいという方はね、ぜひ参考にしてみてください。このチャンネルは短距離走のスピードを速くしていくためのトレーニングの方法や理論や考え方、このあたりをですね紹介していますので、ぜひね登録していただいてですね、この後別の動画もチェックしてみてください。では早速やっていきましょう。はい、それでは早速ですね、足の速い、そしてその動き自体もですね、素晴らしいですね、サッカー選手5人紹介していきたいと思います。で、ちなみに僕サッカー趣味でして、まあ、J リーグもちろんですね、欧州サッカーなどもですね、結構ね、時間がある時はね、テレビやネットで観戦をしたりですね、ハイライトのね、動画などは見るようにしています。プレイするのもね、最近はね、ちょっとできていないですけども、まあ、趣味のね、一つかなと思います。で、今回ね、別に走る速度を測ったわけではありません。なので、ランキングというわけではないんですけども、まあ、僕がね、いろんな選手見てみてですね、あ、この人の動きすごいな、真似していきたい部分あるなっていう選手だけね、チョイスさせていただきました。で、皆さんの中にもね、この選手めちゃめちゃ速いよとかね、動きどうかなというのがあればですね、ぜひ教えていただきたいので、コメント欄にじゃんじゃん書き込んでですね、情報をね共有していければと思います。はい、まず1人目、フランス代表、ウスマン・デンベレ選手ですね。フランスといえばですね、まあ、前回の王者でムバッペ選手ですね、非常に足の速い選手いるかなと思うんですけども、まあ、そこは皆さん周知の事実ということですね、今日はデンベレ選手の方をですね紹介していきたいと思います。ウスマン・デンベレ選手はですね、 FC バルセロナ所属、25歳の選手ですね。ポジションはフォワードですね。まあ、サイドをやることが多いかなと思います。身長178センチ、体重は67キロですね。サッカー選手としてはですね、まあ、非常にスマートな体型をしているんですけども、これまさしくね、陸上競技のスプリンターの体型をしているのがデンベレ選手かなと思います。でね、実際のね、動画は使えないので、デンベレ選手のね、走り見てみたいという方はですね、概要欄とコメント欄にですね、よくわかる動画のね、リンク貼っておきますので、こっちもね、チェックしながらですね、僕のね、解説聞いてみてください。まずね、速さのポイント3つ考えてみました。まず1つ目、上体ですね。上半身の安定性、これがめちゃめちゃ高いかなと思います。特に軸の意識ですね。横から見た時に、耳、肩、腰と、この3点のラインが1本の軸となってですね、進んでいくのがわかります。で、デンベレ選手の場合、まあ、ほとんどサッカー選手ね、多いかなと思うんですけども、まあ、この前傾姿勢ですね、体が斜めになった姿勢っていうのが非常に強いですね。その前傾姿勢の中でも、まあ、背中が丸まったりですね、することなく、今言った耳、肩、腰のですね、3点のライン、この軸をキープできて進めているということが印象的かなと思います。やはりこうなるとですね、地面に対して効率よくですね、力を加えることができてですね、かつね、前傾姿勢を保ったまま走っていくことができるので、そっちの方向に重心移動が容易というわけですね。まあ、特にね、サッカーにおいては100メートル走をね、やるわけではないので、2、30メートルでできるだけ早く自分の持っているトップスピードに持っていくという能力が必要になってくるかなと思うんですけども、この上半身の使い方、この軸の意識、そして重心を崩すというスプリントフォームですね、このあたりは模倣していきたい部分がですね、たっぷりあるかなと思いますので、動画ね、チェックしてみてください。それからポイント2つ目はですね、後ろ足の回収の速さです。どうしてもですね、サッカー選手とか、まあ、球技選手にありがちなスプリントフォームとしてですね、地面を長く蹴りすぎてしまうというものが考えられます。もちろん陸上選手においてもですね、まだ競技能力高くない方はですね、こういった動作が見られるわけですね。つまり自分を進ませるための推進力というのが、この地面にドンとつく瞬間に獲得ができなくてですね、最終的に体を前に進ませる推進力をですね、膝を最後ピョンと伸ばすことで獲得していると。結果的に後ろに送られた足を前に持ってくるタイミングが遅れてしまってですね、まあ、うまく足がくるくるくると回転していかないというわけですね。それに対してデンベレ選手というのは、この後ろから前に持ってくるスピード、
そしてタイミングがめちゃめちゃ早いんですね。つまり余分に地面を蹴ることなく次の足をねポンポンポンとね出すことができるので、まあ先ほどの前傾姿勢と相まってですね、急激な加速を生み出すことができるんじゃないかなと思います。それからポイント3つ目はですね、肩、腕の力、これめちゃめちゃリラックスしていますね。どうしてもね頑張りたいとなるとね肩に力が入ってしまってね、まあ、こうやって肩が上がるとですね、まあ可動域を制限してしまってですね、まあ地面に対して大きな力を加える目的で振っていく腕振りのですね阻害をしてしまう可能性がありますよね。デンベレ選手、上半身、それから誘脚のね回収のタイミングなどもですねバッチリなんですけども、この肩の使い方、リラックス加減っていうのもねすごいね秀逸ですね。やはりこの腕振りもね早く振っていくことができる、そんな能力がねあるからこそですね、素早く後ろから前にね足を持ってくると、このタイミングが合わせやすいというわけですね。じゃあこういった走りのポイントからですね、まあ一つだけねこのデンベレ選手に近づけるようなトレーニングを紹介していくとするとですね、バーベルを持ったニーアップが効果的かなと思います。バーベルをですね、まあ、10キロぐらいのものでいいですけども、頭の上に掲げてください。この状態でニーアップなので、もも上げ動作を行っていくわけですね。なので少し高い重心値、ここでもも上げ動作というのはですね、体の後ろに足がね、流れませんよという特徴があります。なので、デンベレ選手のような素早い足の回収の意識を身につけたかったりとか、上半身の安定性、軸の崩し方、このあたりをですね、習得するにあたってですね、このバーベルを使ったニーアップ動作というのはね、効果的かなと思います。まあ、フランス代表ね、ムバッペ選手がね、非常に注目されがちですけども、まあ、両サイドのね、ムバッペ選手、デンベレ選手と合わせてですね、スピードスター、ますので、またね今大会もね優勝候補の一角かなと思います。はい、次2人目の選手はですね、ギャレス・ベイル選手ですね。こちらウェールズ代表のキャプテンになります。まあ現在33歳の選手でですね、もうちょっとね全盛期は少し過ぎたかなと思うんですけども、ぜひね皆さんに見ていただきたいのはこの全盛期の時のスプリントですね。今日紹介する5人の選手の中で、まあ正直別格です。まあポジションはねフォワードなんですけども、若い頃はねサイドバックとかねディフェンスもやったりもしていましたよね。で今ロサンゼルス FCに所属をしていまして、もともとレアルマドリードで、ね、活躍した選手ですよね。身長185センチ 81.8 キロということで、陸上選手でもし、ね、こういう方いたらですね、非常に大柄な選手かなと思います。でベイル選手ですね、少し前の年のデータになってきますけども、スプリントで 39.9 キロを記録したっていうデータが出ています。これ100メートルに換算していくとですね、もし100メートルの、ね、走行中トップスピードが 39.9 キロを達したら10秒4から5ぐらいは出ますね。そしてドリブル時のスピード、これがね 36.9 キロというのを記録しています。なのでボールを持ちながらでもめちゃめちゃ速いっていうのがわかるかなと思います。それでは速さのポイントですね。まず一つ目は腕振りのダイナミックさですね。まっすぐというよりですね、ややね外側に開いた形でですね大きく振っていくのが特徴的かなと思います。まあこれムバッペ選手などもそうですよね。でもちろんコンタクトスポーツになってきますので、まっすぐ振るよりはですねちょっとサイドに向かって振ってあげた方がですね、まあ他の選手とね接触しながらでもですね体勢キープしながらスプリントすることができますよね。それにプラスしてやはりね加速局面においてはですね、地面に対してグーッと大きな力を加えていく必要があるかなと思いますので、このダイナミックな腕振りを使ってですね素早い加速を実現しているんじゃないかなと思います。それからポイント2つ目なんですけども、ひねりの動作をうまく使っていくということですね。ベイル選手の場合、中心に1本の軸を置いてですね、そこから、まあ、上半身、それから下半身もですね、ややひねり動作を加えながらですね、走っていくのが特徴的かなと思います。陸上選手に置き換えてみると、ちょっとね、ロングスプリントですね、400メートル選手向きなね、走り方をしているんじゃないかと推測できますね。なので非常にですねダイナミック、大きな走りをしていくわけですね。なので可動域、例えば股関節がですね後ろの方向にぐっと進展していきますよね。そうすると体はですねそれにつられて右側の足が引けてるとしたら右側に回旋してしまいます。でこれをうまくひねってあげると、胸椎をですね回旋させてあげることで正面を向くことができるわけですよね。つまり股関節の可動域を出していくためには、まあ、この胸の骨ですね、胸椎がしっかりと可動していく必要もあるというわけですね。このひねり動作もうまく使っているのがベイル選手のスプリントフォームかなと思います。なので中心の軸はめちゃめちゃ強い体幹を持っているので、ここをね起点として、まるでねでんでん太鼓のような形で手足をですね大きくスイングしていくのが特徴的かなと思います。それからポイント3つ目は強靭な肉体ですね。先ほど言った通り中心部分の体幹は全くブレません。でもちろんですねコンタクトプレーも強いんですけども、シュート力も半端ないものを持ってますよね。ミドルレンジからでもですね強烈なシュートを放つことができるかなと思います。なので股関節をですね屈曲伸展させる力はもちろんですね、体幹のパワーもすごい恵まれたものを持っているかなと思います。まあ、ただしですねスプリントの技術としてはですね、体のやや前方向に足を設置して、まあ持ち前の脚力で体をグググッと進ませていくわけなんですけども、
結果的にやはりですね、筋肉系のトラブルは多かった印象がありますね。レアルマドリードに移籍してからもですね、活躍するときめちゃめちゃ活躍するんですけども、稼働率が非常に悪かったかなと思います。なのでそのあたりのですね、恵まれた体格をフルに活かしたね、スプリントフォームね、磨いていくことができたらですね、まあこの怪我のリスクなどもね、低くできたかなと、個人的には思っています。じゃあこのベイル選手のようなですね、走り方、獲得していく方法を一つだけ紹介していくと、バウンディングが有効かなと思います。バウンディングというのは一歩でね、できるだけ遠くにね、行きましょうというですね、ジャンプトレーニングの一種になってきますね。なのでまずね、上半身の姿勢キープしてもらったらですね、地面につく瞬間に左右の手足がググッと入れ替わる。このね、動作をね、タイミング合わせてね、素早くやってもらいたいなと思います。ちょっとね、動作としては難しい動きになってくるので、まずはね、小さい形のですね、バウンディングから始めてみてください。なので、ね、ひねり動作などもね、うまく使ってもいいかなと思いますので、着地の瞬間に体の中心に体のパーツが集約する。そして空中動作では体の外側にですね、体のパーツがですね、解散していく。そんなイメージでやってもらうといいかなと思います。はい、3人目の選手ですけども、アルフォンソ・デイビス選手ですね。これはカナダ代表の選手、22歳の若手のフットボーラーですね。チームはですね、ドイツのバイエルン・ミュンヘンですね。ポジションはディフェンダー。まあ、カナダ代表ではですね、サイドの、ね、アタッカーやっているかなと思います。身長183センチ、体重75キロというわけですね。まあ、ちょっと今回ですね、直前に怪我をしてしまっている関係でですね、まあ、本戦出場がですね、ちょっと危ぶまれている状況ですけども、もしね、出たらですね、注目してもらいたいですね、選手の一人かなと思います。まず、速さのポイントを見ていきますね。一つ目はですね、加速時の地面のグリップ力です。他の4人の選手と比較してね、特筆できることとしてはですね、加速力めちゃめちゃあるんですね。つまり、スピードがゼロの状態から、自分のトップスピードに乗せる時間がすごく短くできるということです。そこで実現しているのが、この加速時の地面のグリップ、つまり握る感覚ということですね。で、デイビス選手、もちろん、ね、緩急をつけたドリブルなども得意なんですけども、スピードがね、遅い状態からですね、加速していく、この能力が非常に高いです。で、これを実現しているのが足の軌道ですね。陸上競技でもですね、スタート時というのは、足がね、回転運動というよりは、まあ、膝が直線的に動くようなピストン運動で行っていくことでね、まあ、スムーズに加速ができてくるかなと思うんですけども、これをサッカーの試合中にやっているのがデイビス選手かなと思います。プラスしてですね、地面のグリップという話もしましたけども、前足部ですね、サッカーのスパイクの半分から前の方で地面をググッと捉えてですね、その間に自分の体を前に運ぶと、この能力が非常に高いかなと思いますので、このデイビス選手の特にね、加速のところですね、これに注目して見てもらうといいかなと思います。それからポイント二つ目、足首のバネですね。まあ先ほどもね、グリップのところにかかってくるかなと思うんですけども、足全体のスティフネス、つまり硬いバネを持っていると。この能力ね、非常に高そうかなと見てて思いました。なので、陸上選手のようにですね、まるね、弾むかのようなね、スプリントができるわけですね。で、どうしてもね、サッカー選手の中でね、ちょっと足が遅いよ、スプリント力があまり高くないよという方はですね、この足首のバネをね、うまく使えていない可能性があるかなと思います。まあ、どうしてもね、プレイ時間長い関係でね、足首や膝のクッションを多く使ってしまったりとか、あと着地のポイントがですね、自分の体よりもですね、非常に前についてしまうようなですね、フォームをしている方も多いんですけども、そういった省エネ走りとですね、まあ、スプリント時のこの切り替えというのがね、非常に重要かなと思いますので、まあ、デイビス選手のね、加速時のね、フォームというのはね、ぜひね、繰り返してみて参考にしてみるといいかなと思います。それからポイント3つ目はですね、誘客の回収の速さですね。まあ、これ陸上選手並みかなと思います。特にですね、まあ、ドリブル時ではなくて、フリーランニング時ですね、まあ、ボールを追いかけているとか、まあ、自陣に戻るような動きの時ですね。ちょっとね、YouTube で皆さん調べていただきたい。まあ僕もね、コメント欄などにね、リンク貼っておきますけども、ブンデスリーガーにおいてですね、堂安選手ですね、日本代表のアタッカーですけども、堂安選手とね、用意どんで競っている動画があるんですね。この時のスプリントめちゃめちゃすごいので、ぜひね、この後チェックしてみてください。なのでね、先ほどのですね、デンベレ選手と同じようにですね、後ろに送られた足を素早く前に持ってくる能力というのはね、非常に高いかなと思います。これね、足が速い選手、スポーツ選手のね、特徴の一つかなと思うんですけども、そこがね、やはりね、デイビス選手のスプリント能力をね実現している最大のね特徴の一つかなと思います。じゃあこういったフォーム獲得していくトレーニングの方法を一つだけ紹介していくと、レジステッド走が有効かなと思います。これ実際ね、青森山田高校のサッカー部などもね取り入れていますよね。抵抗をかけた形でですね、加速の練習をしていく方法ですね。まあ僕ら陸上選手にとってですね、まあコンタクトプレーはないので、誰にもね、邪魔されることなくね、スプリントができるわけなんですけども、ことサッカーにおいてはですね、攻撃の際は相手ディフェンダーが邪魔してきますよね、もちろんね。その中で、前のね、高い推進力を誇っていくためには、こういったね、抵抗をかけながらでもですね、うまく推進していくような加速の能力が求められるかなと思います。で、プラスして先ほど言ったような、直線的に足を動かすような加速の動きですとか、
まあ、地面のグリップ力を高めるにあたってですね、このレジステッドソーというのはとても有効かなと思いますので、ぜひねサッカー部の皆さんもですね取り組んでみてもらいたい練習の一つかなと思います。それから4人目、カイルウォーカー選手ですね。こちらイングランド代表のディフェンダーですね、サイドバックの選手です。もうね32歳とねベテランなんですけども、プレミアリーグでもね第一線で活躍している選手ですね。所属はマンチェスターシティです。身長178センチ83キロとね、まあ、非常にごつい体しているわけですね。もちろんパワフルなスプリントフォームをしているというわけです。じゃあ速さのポイント、一つ目はですね、前さばきの意識ですね。前さばきというのは、まあ、体の前の方で左右の足が入れ替わっている、そんなイメージを持って走っていきましょうねというね、陸上競技のねスプリントテクニックの一つかなと思います。でウォーカー選手もですね、非常にこの前さばきの意識がね優秀でですね、まあ、体の後ろにですねほとんど足が流れないという局面もあります。なので体の前で左右の足がね入れ替わっていくことでね、無駄に地面を蹴ることがないので、またね足の回収が早くなるというわけですね。なので繋がってくるのがポイント2つ目、高速のピッチですね。よくねスプリントというとピッチとストライドというかなと思います。一歩の歩幅を表すストライドに対して、ピッチというのは、まあ、その歩幅をね実現していくにあたっての周期のことですね。つまりピッチが速いということは、まあ、くるくるくるとね高速で足が回転できるよということですね。でウォーカー選手のピッチめちゃめちゃ速いです。もちろんね股関節周りもね非常に太いので、ガチッとね固めた体幹からですね素早く足を折り曲げてくるような筋肉もね非常に発達しているかなと思うんですけども、まあ、先ほどね前さばきの意識、これを実現しているのがですね、まあ、着地ポイントが、まあ、非常にね正確かなと思います。自分のね重心の真下ぐらいにねポンと足を落としていくことでですね、まあ、素早く地面から力をもらってですね前方向の力に変えてあげるということですね。これがね非常にねうまくできているのがウォーカー選手の走り方かなと思います。それからポイント3つ目はですね、ブレないフレームということですね。先ほどのベイル選手はどちらかというとねひねり動作もねうまく使ってですね走っていくタイプなんですけども、ウォーカー選手の場合はですね両肩とあと骨盤の上の方の骨ですね、ここの4点を結んだ四角形、ここがですねほとんどブレずに進んでいくというですね、まあ、まるで重戦車のような走りをしていくわけですね。もちろんねポジション的にもねディフェンダーということもあってですね、相手に当たり負けないフィジカルをね誇っているからこそできるねスプリントかなと思います。じゃあこの前さばきの意識なんですけども、意識していく方法のねトレーニングとしてはですね、スタンディングスタートからのマーク走がね有効かなと思います。5メートルぐらい走ってもらったらですね、5つぐらいマークとかミニハードルを並べていきましょう。で、マークの間隔はですね、皆さんの足で測っていただいてですね、6足長ぐらいがいいかなと思います。なので前傾姿勢かかった状態で、このマークを素早く足でね、さばいてですね、クリアしていくというわけですね。つまり余分に地面を蹴っているようでは、このマークを早くね、さばききることって難しくなってきますよね。さらにこれが仮にミニハードルだった場合ですね、そのハードルを倒さまいとしてですね、同じく後ろの足を早く前に回収してくる必要があるかなと思います。結果的に高い位置から地面に対してですね、ドンと足をついていくことができる、そして自分の重心の真下ぐらいを捉えることができる、そんなテクニックをですね磨いてほしいかなと思いますので、このスタンディングスタートからのマークスをねぜひやってみてください。はい、最後5人目はですね、アジアからソン・フンミン選手ですね。こちら韓国代表のフォワードですね、30歳の選手です。プレミアリーグトッテナムの所属ですね。で、昨年のプレミアリーグの得点王になります。これアジア人として初ですよね、もちろんね。まあ、歴代通してもアジアナンバーワンプレイヤーかなとも言われていますよね。身長183センチ78キロという体型ですね。で、このソン・フンミン選手ですね、もちろん足も速いんですけども、特筆したいのはですね、ドリブル時に全くスピード落ちないということですね。なのでフリーランニングしている最中でも、それからボールを持っている時ですね、まあ、メッシ選手のようなですね細かいタッチのところもあれば、まあ、ちょっと引退されてしまいましたけど、カカ選手のようなですねスペースにボールを蹴り込んでそこに走っていくと、まあ、そういうようなダイナミックなドリブルを仕掛ける場面もあり、まあ、非常にねディフェンダーとしてはですね守りづらい選手の一人かなと思います。じゃあ走りのポイント一つ目ですね、膝抜きのテクニックですね、まあ、もちろんねサッカー選手なので、まあ、陸上選手と比べては重心は低いです。でちょっと低い重心の位置ですね、膝抜きというテクニックをうまく使っているかなと思います。つまり後ろに送られた足の膝をカクンと抜いてきてですね、前方向に引き出していくと、そんな技術ですね。これも先ほどと同じようにですね、後ろに送られた足を余分に地面を蹴ることなくですね、前に持ってくるというね、そのテクニックの一つかなと思います。なのでソン・フンミン選手の走り見てもらうとですね、特にゆっくり走っている状態から急激な加速をしていく際にですね、まあ、膝が上方向にも行かずにですね、前方向に素早くですねリードされてくるのがですね、わかるかなと思います。これ加速局面などでもですね、うまく使っていきたいテクニックの一つですよね。それからポイント二つ目は真下接地ですね。これも先ほどからちょくちょく出てくるワードですけども、まあ、自分の重心の真下をしっかり正確に捉えていくということですね。まあ、正確には真下よりも若干前になってくるんですけども、その位置に対しての重心の乗り込み動作が非常に早いということですね。
なので無駄なリーチアウト、つまり前方向に送られた膝から下ですね、ここが無駄にパカンと開くことなくですね、地面に対して垂直に振り下ろしている動作っていうのがね、すごい印象的なスプリントフォームをしています。それがポイント3つ目なんですけども、軸のコントロールですね。これデンベル選手のところでもお話をしましたけれども、上半身をですね、まあ自分のスピードに合わせてですね、この軸のコントロールがうまくできているかなと思います。つまり加速時には上半身の崩れをかなり深くします。ちょっとスピードが乗ってくると上半身が起き上がってきてですね、まるで陸上選手 100m 走の、まあ、中間の部分ですね、真ん中の部分のような走りをするような形をします。自分のスピードに合わせてですね、まあ、上半身の軸をコントロールしてあげることで、まあ、高いスピードレベルをキープしながらですね、ドリブルができるかなと思います。どうしてもね、前に行きたいということでね、まあ、上半身が突っ込んでしまうね、球技選手の方非常に多いかなと思うんですけども、この軸のコントロールっていうのはね、ソン・フンミン選手のね、走りドリブルのところですね、見てもらいたいテクニックの一つかなと思いますので、ぜひチェックしてみてください。でトレーニングの方法としてはですね、まあ、膝抜きのドリルなどもねありますね。まあ、ハードル横に並べてもらってですね、膝をカクンカクンと抜いてくる形で前に進んでいく方法ですね。なので自分からねジャンプしていくのではなくてですね、まあ膝の脱力、これをうまく使ってもらってですね、前に進んでいくと、そんな重心移動のテクニックをね身につけてもらうといいかなと思います。はい、ということでね、今日はカタールワールドカップにね出場するサッカー選手の中でですね、5人だけ厳選させていただいてですね、まあぜひね皆さんにはそのスプリントフォームに、ね、注目してですね、ワールドカップ観戦してもらいたいなと思います。でもちろんね、今日紹介した選手の他にもですね、足の速い選手ってもちろんいますし、まあ、日本代表にもですね、前田選手とか伊東純也選手とかね、前線のアタッカーでね、足の速い選手もいますよね。で見ていただいてるね、陸上選手はもちろんですね、球技の方もですね、やっぱこういったスプリントフォーム、なぜ足が速いかというですね、理論を理解することでですね、まあ自分の練習に落とし込むこともできますし、プレーに生かすこともできますよね。なのでそういった動き一つ一つ、ぜひね、チェックしながらですね、観戦してみるとですね、楽しみ増えるかなと思いますので、ぜひやってみてください。じゃあまた皆さんのね、質問やリクエストなどもお待ちしています。またね、球技選手の方もですね、僕スプリントフォームね、指導させていただいてもしていますので、もしね、ご興味ある方いましたら、ダイレクトメッセージなどください。ではまた。